ょっともう店を閉めるらしくて。今ちょっと工事中をしてる。じゃ あ, あれどうなるんですか。もう終わって、もうここにはね置いてないということで。お、人形があるじゃないですか。わかりますよね。あ、そうです。いや、ちょっとそれを見に来たんですよ。で、どうしてんのかなゴリラを。ええ、ちょっともう店を閉めるらしくて、閉めてなおかつ今綺麗に、外装をちょっと。いや、なんか噂には聞いてたんですよ。いやな。噂にはいやいや、ゲリラで撮影しようとかね。今ちょっと工事中をしてるところ。じゃああれどうなるんですか。もう終わっちゃうんですか。終わっちゃうっていうか、また新しい店舗が入るんですか。いや、もう閉め張ってどうなんやろ。新しくなるのかな。以前はこんな感じでありました。ちょっと残念ですね。これ新しいお店できたんですね、中華にも。そうですか。いつからありました。ここは、うちが当日のオープンするよりも前にやって。知らなかった。全然知らなくて、なんかすごい似てるなと。知り合いなんですか。行かせてもらいます。ぜひぜひ。今日突然来たんで。知ってるよ、突然急に準備してたのに話されて。ゴリラって言うの。ゴリラなんですよ。ゴリラゴリラもう終わりやねん。ゴリラシアショップのオープンされる。それでカレーのコラボみたいな。いや、もともとカレーのコラボは違うんじゃん。今何時ですかね。11時。おばさんとつどべおじさんとかね、中旬から店長。お、ゴリラです。そうなんですよ。こんなに来る来たかな。前すごいシャイだった。いや、当然気分で。じゃあまた行きますんで。はい、こんな感じです。ゴリラはどこへ。 SNS で長船町にいる情報がありました。当然ここで情報がなければ絶望的なんですよね。それ言ってもらったら。あ、いますか。あります、時代が。はい、わかりました、はい、すみません、ありがとうございます。はい、というわけで、もうここにはね置いてないということで、ちょっと行ってみましょうかね。
なところにありました。なんかこの宝冠町にあったゴリラの、マネキン2体がここに移動したということですね。長船町の農園にね引き取られたということですが、ね、交通安全のためなのか宝冠町のゴリラ、こんなね山の中にね、まあ、隠居みたいな感じでしょうか。ようやく見つかりました。よく見るとこんな感じ、普通の人マネキンがゴリラをかぶってると。やっとね見つかりました。もう前はねなんか駅に あるとか、まあいろんななんかある場所にいろんなところに、ね、あるっていう噂をねツイッターとかで聞いたんですけど、ようやくここで、まあ、正確なね位置が分からなかったんで、良かったです。こんな感じでございました。まあねこういう感じでなんだろうな、まあ、処分するよりかはいろんな人に見てもらいたいということで、こういう感じでね飾ってるということです。はい、というわけで今日はこんな感じでありがとうございました。最後に2号線からの行き方をご紹介いたします。スピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。皆さんご視聴ありがとうございます。今回ご紹介するのは裏版スピチューブですね。こちら編集してない動画や上げにくい動画はこちらでアップしておりますので、ぜひ検索してみてください。裏版スピチューブで出てきます。ぜひよろしくお願いします。